はい、こんばんは、なしめだです。今回はですね、久々にやってきた究極テクニカルバトル剛腕の紳士、青の試練編に再び挑戦してみたいと思います。以前ですね、ジョペリで挑戦してみたんですけれども、なかなか厳しい戦いを強いられましたので、まあ、今回はですね、高太郎を手に入れたということで、それをですね、使って挑戦してみたいと思います。高太郎はですね、一応幻突させまして、アビリティスロットも552まで一応覚醒させました。アルティメットテクニカルバトルですね。はい、そしてですね、構成はこんな感じです。コウタロウ、ディオ&ペットショップ、ディーパス、シーザー、そしてフレンドからはムダディオを借りました。ファイオブーンと、階段降りたな、そして開口のユカコのアビをつけております。ゲージ回復のやつですね。それでは行ってみましょう。今回はですね、実は仕事が押してしまいまして、帰ってきたのが夜の10時半ということで、実はこのクエスト30分しかプレイできないという状況なんですね。ですのでもう何回も挑めないという厳しい戦いが始まるという感じです。まあ、久々なのでちょっとね、忘れてる部分もあるんですけれども、まあ、前回ね、ジョペリで行った感じでなんとか行きたいと思います。まあ、前回と違って狂気耐性のコウタロウがいますので、まあ、前回よりはやりやすいのではないかと思っているんですけれども、まあ、能力はね、落ちてしまってるんで、そこら辺がどう出るかですね。で、今回このコウタロウにはですね、命の代償、そしてですね、SSR 奥安の HP が回復するとアタックがアップする、そういうアビをつけております。で、今回の手順としましては、まずはこの点数はひどすぎる場で、ゲージを1ゲージにもらって D パスという感じの流れでいきたいと思います。はい。このね、ゲージ回収アビ非常に優秀ですよね。はい、そして D パスなんですけれども、このジョナサンがですね、5ヒット以下ですとカウントをゼロにするという嫌なアビを持ってますので、ヒットさせながら D パスを打ちたいと思います。はい、こんな感じですね。で、これで5ゲージになったところで、その後どうした方がいいのかな。ディオ&ペットショップも使っちゃいますかね。難しいとこですけどね。さあ、ここで、ディーパスで回復しましたので、奥安のアビも発動、借りを返す。そして、10日の末に結ぶ幻、これを使ってですね、さらに火力をアップさせていきたいと思います。これも5ヒットさせないといけないですね。で、これで一応弱点も生成できるので、まあ、比較的遅延はさせやすくなりますね。はい、こんな感じです。で、まあ、ここでですね、コウタロウを走らせて、ゲージ回収して、次のですね、コウタロウのコマンドスキルで一気に殲滅していく感じでいきたいと思います。はい。まあ、このコウタロウはですね、ジョペリのブースト&カウンター無効をつけてますので、敵をですね、遅延させたり、することは非常に簡単ですね。まあ、敵のシーザーのですね、接触時にカウントが2減ってしまうのも、無効化できるので、まあ、非常にジョペリのアビは強いという感じがします。まあ、今回はこのディオ&ペットショップで火力が大幅に上がってますので、まあ、結構倒しやすい感じになってますね。まあ本当になんかどこまで動くんだよっていう感じのなんかすごい状態ですよね。もう画面がとてつもなく見にくいというもう状態ですね。はい、こんな感じです。で、ここでターンが経過しますので、もう一度ですね、ここで、コウタロウが動けるということですね。で、ゲージもありますので、まあ、一気に落としていきたいと思います。まあ、ジョナサンの体力はやはりすごい多いので、まあ、ジョナサンをね、とりあえず集中砲火で落とす感じがいいんですけれども、まあ、狙ってそれをやるのは難しいので、もうここら辺はもう惰性で一気に行く感じですね。まあ、今回はね、このコウタロウが狂気耐性ということで、まあ、前回のように、まあ、2ラウンドで苦しまなくて済むのではないかと思っています。まあ、やはりですね、コウタロウですと若干火力に不安があったので、命の代償とかアタックを上昇させるアビをつけてるんですけれども、まあ、その代わりにですね、完全生物がつけられていないので、まあ、敵のスキルの影響を受けてしまうというところはありますね。さあ、おととい時の融合を発動させます。これでジョナサンを一気に落とせれば、とりあえずは問題ないとは思うんですが、ちょっとね、このどこ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 で、かなり見にくくなってしまうので、
まあ、どれぐらい削れてるのかが若干わかりにくいですよね。どうでしょうか。まあ、とりあえずね、数字が出なくなったら倒せるという感じですけれども。どうでしょうか。で、この後時を止めることができるんですが、まあ、このね、移動状態の火力もかなりあるので、できればこの間にほとんど削り切っておきたいですね。まあ、実は時が止まってる状態の方があんまり火力が出ないという不思議なキャラではあります。ただ相当強い感じがしますね。さあ見た感じもだいぶ削れてるような気がしますね。ハイコンボアタックブーストがとてつもなく欲しいんですけれども、まあ、いつになったら手に入るんでしょうかという感じの今の状態です。さあ時を止めましょうか、そろそろ。大丈夫かな？ちょっと見た目わかんない。あ、もう倒しちゃってますかね？バラバラっと。どうだ？うん。今の最後の30連撃で倒しましたね。うん、大丈夫ですね。まあ、一応この光太郎の火力でも、これで落とせるということがわかりました。で、スキルゲージをシーザーが持っていってしまうと。いう感じですね。さあ、増援との対決となります。ただ、この、光太郎のアビが、一応こういうのがありますので、ここでゲージをもらえるという、なんという至れり尽くせりな感じでしょうか。ただし、スキルゲージ10分の1をもらってしまいます。そして、孝一くんが動いてきますね、これは。ただ、まあ、実際そこまで痛い感じではなかったので、ディーパスを回復させてないんで、そこはちょっと怖いですけれども、誰かが死ぬということはないですね。一応蘇生はつけてますので大丈夫です。まあ、これぐらいの火力ですので、まあ、痛くはないですね。まあ、現在ディーパスと生命時期のオーバードライブじゃなくて湧き上がる波紋エネルギーが乗ってますので、まあ、そうそう死なないですね。さて、どうしましょうかね。とりあえず音と時の融合で一気に殲滅させてもいいんですが、ちょっと目玉が邪魔なんですよね。目玉の影響は完全生物をつけてない今の状況では受けてしまうので、まあ、とりあえず大丈夫かな。敵が動いてくる感じは、まあ、超絶自爆がありますけれども、まあ、死ぬ感じではないので、目玉を処理してから、音と時の融合で一気に殲滅させていくのが良さそうですね。とりあえずですね、ムダディオで目玉を処理しちゃいたいと思います。なんかディオ&ペットショップが逆に回収しましたが、まあ、ほとんど処理できましたね。まあ、これはカウンターを敵が持ってないというのは非常になんか気楽な感じがありますね。うん。で、ここでですね、一応ボルナレフがカウントリミットを持ってましたので、もう一旦ここで、ちょっと稼ぎたいと思います。まあ、とりあえずね、次で1位になってしまいますけれども、まあ、ちょっと動きが悪いですが、まあ、特に問題はないでしょう。ここで、ディオー&ペットショップの投下の末に無数幻。なんかこれ配布でいただいたキャラなんですけれども、私としましては非常に使えるキャラだと。思っております。もっと育てたいところですね。多少数章をぶち込んでですね、HP を上げました。まあ、といってもね、サポートキャラなので、まあ、特にね、問題はないんですけども、さあ、この火力がね、やはり出せるという、非常に、まあ、いい感じになってきましたね。今、ストロハイムがね、ちょっと超絶自爆がありますので、多少他のキャラにね、当たらないような感じで、特に、チップで回復できない。ムダディオには当たらない感じでいきたいですね。まあ、それ以外には当たっても、まあ、死ぬわけではないので、特に問題はありません。で、今、スキルゲージが10分の1になってしまうので、まあ、実質、ゲージが回復できませんので、まあ、そこら辺がね、弱点ですよね。まあ、完全をつけていなかったのが、まあ、あだとなってますね。さて、このまま、高太郎で押していきたいと思います。現在ね、ディオ&ペットショップのバフが乗ってますので、十分落とせるかと思いますね。
さて、これで一応第一ラウンドは無事通過となりますね。まあ、前回ね、苦労した第二ラウンドがこの後来るんですけれども、まあ、今回は高太郎なので意外にあっさりいけるのではないかと思っております。まあ、なるべくゲージを回収したいんですが、まあ、今10分の1を食らってるので、まあ、なかなか増えないですよね。はい、こんな感じです。というわけで、タルカス&ブラフォードとの勝負ですね。まあ、このタルカス&ブラフォードは、カウントリミットとか、そういう系統のリミット系を持っていませんので、まあ、比較的ね、安定して、なんというか、行動カウントをコントロールしやすいんですね。ただ最初にこのタルカスがキリンを撒いてきますので、これをですね、メインアタッカーのコウタロウ以外で回収したいと思います。もしくはファイアボームでね、壊しちゃう手もありますが、今回は配置的にですね、D パスで回収しつつ、コンボ側の数カウンターを持ってますので、D パスを打つと、まあ、必ず1回は死んでしまうんですけれども、まあ、それはしょうがないですね。狂気のね、90% ダウンが結構厳しいんですよね。もう競技体制がないとほとんど削れなくすぐなってしまうので。で、チェーンデスマッチのね、3分の1移動距離ダウンをもらってますので、まあ、キャラによってはかなり動きにくくなってしまいます。さて、回収しながら B パスという感じですね。まずはこれでゲージをいただきつつ、まあ、一回死にますが、まあ、蘇生できます。そして、次はどうしますかね。やはりリオン&ペットショップで遅延させつつ行きましょうか。これも一応回収して行きましょうかね。まあ、特に、怖いところは現状ないので、まあ、タルカスもね、大丈夫ですね。まあ一応上に最後のキリンが1個ありますので、あれを回収しながら、コマンドスキルを打ちたいと思います。まあ、直接行っちゃっても大丈夫ですかね。はい。まあ、これちょっとタルカスの位置が悪いんで大丈夫かな？あっまあ、動かれちゃいますけれども、まあ、D パスが乗ってますので、まあ、死ぬことはないですね。かなりダメージは低減できております。で、実はこの D&ベッドショップにもね、あの敵の移動距離とダメージを軽減させるアビを装備しておりますので、あの着ぐるみバニラをね装備してますので、まあ、かなりね抑えられます。さて、ここはですね、コウタロウで遅延させつつ行きましょうか。まあ、遅延させつつといっても結構火力が高いので、まあ、かなり削れそうですけどね。で、コンボ数カウンターもかなり軽減できますので大丈夫かと思います。はい、そして無駄ディオなんですけれども、これは普通にですね動いていきましょうか。特にねすることは今回は無駄ディオはないですね。コンボスカウンターだけを注意する感じです。さて、これでゲージが溜まりましたね。ネクトターンになって、ザ・ワールドの真の能力が発動しました。さらにですね、コウタロウの火力が上がりましたので、ここで一気に攻めたいと思います。コウタロウのコマンドスキル、音と時の融合、発動。これ、実は、ちょっと軌道が悪いな。大丈夫かな。この接近ダメージが、まあ、結構近づいただけで当たる、このコマンドスキル。シンプルみたいな感じなので、まあ、今みたいに縦ハマりするようなことは、実はコマンドスキル中はあまりないんですよね。で、コンボダメージカットをブラフォードが持っていますが、まあ、このキャラなんというか、時も止められてしまうので、
まあ、こういうのにも実は対応できてしまうという、まさに万能性があります。こんな感じで、まあ、実は時止めすることによってコンボダメージカットのブラフォードも同時に削れてしまう。そして唯一厳しかった狂気も無効にできてしまうという、なんというか素晴らしいですよね。まああれほどジョペリの時は苦労したこの第2ラウンドなんですけれども、まああっさりといけそうですね。はい、これでですね、増援8との対決となります。カキョウイン、そしてタマミ、そしてカメオですね。カメオ、まあ、この辺がね、まあ、スキルゲージ3持ってくので非常に嫌なんですね。そしてアダムスも騎士を持っているという感じなんですけれども、まあ、今回はこういうこのですね、構成には非常に強いキャラとなっています。まあ、とりあえずね、コウタロウのコマンドスキルさえ打っておけばなんとかなってしまうという感じで今はなってますね。まあ、全面スマッシュとかはあのナイフディオ封じではありますけどね。うん、そしてアダムス、奇襲、登場時自分の行動カウントをゼロにするという感じですね。まあ、今回はこのディオ&ベッドショップのバフがすでに切れてしまったので、もう一度かけ直しつつ、まあ、コウタロウで攻めていきたいと思います。10日の末に結ぶ幻。なんか、本当にこのキャラのコマンドスキルが出た当初は、結構使えるとは思ってたんですけども、実際こういうところでなんか使ってるのがちょっと自分でも驚きではありますね。そしてコウタロウの移動攻撃です。いやー素晴らしいですね、このなんというか爽快感といいますか。まあ、カウンター無効という青属性独特のアビなんですけれども、まあ、それがねフルに活用できてる感じがします。でゲージもね、もう今は制限がありませんので、もう楽々回収してしまっておりますね。はい、でここで、まあ、3ゲージ持ってかれるんですけれども、このまま押し切りたいと思います。で今回のこのコウタロウの攻撃で、カキョウインとタマミを倒してですね、まあ、あとは増援をですね、4ゲージ溜まってればそのままコマンドスキルで押し切れそうですね。さあ、タマミをまず撃破。で、カキョウイもすでに倒してますね。あとはゲージを回収して最後の増援4体との激突となります。ただまあコマンドスキルがね使える状態になっている、まあこのコウタロウですと最後の増援も問題ないですね。一応このね、アビでゲージをもらえてしまうので、まあ、かなりね、至り尽くせりな感じがありますよね。で、バニラはね、先制を持ってるんですけれども、これも無駄利用で無効化します。さて、これは普通に、おそらくコマンドスキル1回で倒しちゃうと思いますね。ニーパスが消えましたが、まあ、コウタロウはこのディーパスのアビは乗らないので、まあ、あまり関係なさそうですね。うん。10コンボでワンヒットごとにカウンターダメージが発生。これもですね、カウンター無効で無効化できます。まあ、ワンチは毒ギー散布なのであまり、まあ、強くはないですね。うん。というわけで、問題なくコウタロウで倒しちゃいたいと思います。音と時の融合。まあ、他のキャラも動かせますが、まあ、今回は特に動かなくても大丈夫でしょうね。はい。そして発動。体力は、ヌールが一番多かったですかね。まあ、なんというか、画面が本当に見にくくなるのだけが弱点かもしれないですね、これ。まあ、どこどこ。ジュジューという感じで、本当に。もうわけわからないです。まあ、ヌールももう落ちそうですね。これ、ハイコンボアダッキブーストが搭載されたら、なんかとてつもない火力が出そうな感じですね。はい、時を止めましたが、もう全滅しております。
というわけで、すぐストップですね。というわけで第2ラウンド無事クリアということで第3ラウンドに行きたいと思います。まあ、第3ラウンドは前回はジョペリーの時に、まあ、それほどね苦労せずクリアしてしまったのであまり印象はないんですが、まあ、コウタロウですと果たしてどうでしょうかね。まずは、アイテムをたくさんばらまいてくるということですね。ただまあファイアボムを持ってるのは無駄利用でしたら、いくらアイテムを曲がれてもあっという間に一掃できてしまうので、まあ、それほど問題はないかと思いますね。スキルゲージ10分の1、目玉の恐怖。もう、なんというか、ファイアボムがないとこれ、清掃が面倒くさいですね。ただ今回は、コウタロウは実は、まあ、アバコールをつけてますので、実はアイテムを投げられると。まあ、投げられるアイテムだけなんですけれども、まあ、大丈夫ということですね。シーザーはまあ先制シャボンカッター、さらに先制シャボンカッターということですね。で、メスバラマキの先制メスバラマキ。まあ、2000キャプテンの時は接触すると鱗を巻いてきて、スキルゲージ10分の1のマニッシュ。そして、まあ、この迷路が結構厄介なケニー G ですよね。火力は結構落ちやすいですね。迷路を作られてしまう。まあ、今回はターン数的には結構余裕があるので、ファイアボム、トーカ、ディーパス、コウタロウの順でいきましょうか。まずはファイアボムで一掃。そして、トーカでバフをかけ、ディーパスで、ゲージを回収して、最後にコウタロウのコマンドスキルという流れですかね。うん。そして、ディーパスでゲージ回収。まあ、敵が本当に何もしてこないので、なんというか、まあ、このステージは意外に仕込みはいくらでもできますね。さあ仕込みは上々という感じの今状況になりました。そして SSR 奥安も発動、借りを返す。そしてコウタロウさんに一気に動いてもらいましょう。音と時の融合、まあ、上にやっぱ弱点がありますので上から行きましょうか。まあ、これはジュペリの時と同じ感じですね。さあどうでしょうか。ただなんというか、まあジョペリの時ほどのなんというか勢いがないですね。さあここで音という時の融合を発動。ただ今回はですね、この音と時の融合でなるべくダメージを稼ぎたいんですが、ちょっとね移動距離が読みにくいという弱点がありますね。なるべくなら時を止めたいところなんですが、どこまで動くのかが非常にわかりにくい。なんというか、どこを移動しているのかすら分かりにくいという状況ですよね。さて。なんかもう本当に、敵が何体死んでいるのかもちょっと分かりにくいですよね。で、ゲージがね、10分の1万にしのせいで回収できないという弱点がありまして、まあ、連続で打てないのが弱点ですね。大丈夫かな、そうそう止まっちゃいそうな気もするんだけれども、ただもうちょっと稼ぎたい気もするというこのジレンマが今続いております。あった、しかった止まっちゃった。ちょっともったいなかったですね。まあ、ただ今回はこのマニッシュはすでに倒しておりますので、すでにゲージ回収ができる状態なので、なおかつターン最後のこのコウタロウの次はまたコウタロウが受けますので、まあ、そこまでね気にすることはないですね。ここである程度回収しつつ、まあ、倒しつつ受ければいいかと思います。できれば、ケニー G は倒したいんだけど、あんまり当たらないですね。うわぁ、流星みたいな状態。うわぁ、まあ、今一つでしたね。しかもゲージがちょっと足らない。ただこの注意深く観察して行動しろで回収できます。サボテンが設置されますが、まあ、これは無駄理由で清掃してから、まあ、やはりコウタロウで一気に行きますかね。まあ、幸い階段降りたながさらに発動して、一旦の猶予ができましたね。まあ、接触で倒すと自爆するっていうこの肉の上の暴走のエンヤバーなんですけども、案外これ発動しないんですよね。接触で倒さないっていうことが多いので。
うん、でサンタナちょっと重い感じで、カウンターのドノバ、うん、というわけでやはりサボテンをまず邪魔なので消しましょう。ファイアボム103万131万か、結構ダメージ出てますね。はい、では音と時の融合で落としていきましょう。あっと、ちょっと軌道が悪いですね。まあ、結構ね、この重さで軌道がずれて、なかなかダメージが当たらないようなこういう状況でも、こんな感じで、周りをね、巻き込んでダメージを与えられるこのコマンドスキルなので、非常に安心ですよね。さあ、どうでしょうか。結構倒してる感じがしますが。ここで準備させれば、もう残り2体の増援との、まあ、簡単な戦いになりそうですね。エンガバーが結構残ってるのかな？うん。さて、そろそろ、時を止めに？あーっと、軌道悪い。はい。来ました。30連撃で今、エンヤバーを倒したので、自爆される心配ないですね。おそらくこれ全滅してるような気がしますが、まあ、一応キニー G が見えてないので、あ、大丈夫ですね。今、ちょっと見えましたね。というわけで、無事に撃破という感じです。さて、あとは増援2体ですね。シュトロハイム、そして、西村慶長。で、西村慶長はコンボダメージ、コンボ数ダメージが来ますので、まあ、ちょっと倒し方にデリケートさが要求されてます。で、シュトロハイムは自爆が痛すぎるので、これもちょっとデリケートですね。で、今回はこのターンで、ディオ&ペットショップのバフが切れてると思うので、もう一度かけ直してからいきたいと思います。死亡時コンボ数カウンター。再起不能時にコンボ数分のカウンターダメージを与えるという。まあ、これでね、コウタロウが死んじゃったりすると、普通に負けになってしまいますので、ちょっと気をつけないといけないですね。シュトロハイムも、この自爆の破壊力はとてつもないと思われるので、これも食らえないです。まあ、ある程度ね、位置調整に神経使う最後の2体となってますね。まあ、蘇生とかね、詰めればそういう心配はないんですけれども、まあ、火力的な問題でどうしてもね、まあ、詰めないということで、こんな感じになってますね。まずは、ディオ&ペットショップ。これで弱点を つけながらね、遅延できますので、ゆっくり倒せるというのが、今回の構成の、まあ、一つのメリットではありますよね。カウントリミットとか、あと、接触時、カウント減少とか持ってなければ、まあ、倒しやすい感じですよね。さて、まずはシュトロハイムを倒しちゃいましょう。シュトロハイムを倒して、うまいこと自爆させたいと思います。さて、どうでしょうか。シュトロハイムをまず倒して、あとは、自爆されても死なない位置、お、これいいんじゃないですか。はい、これだったら大丈夫でしょう。仮にツェペリが当たっても今のはセーフですね。はい、いい感じです。そして、西村慶長なんですけれども、死亡時コンボ数カウンターということで、なるべくコンボ数を稼がない状態の時に倒すという感じになりますね。まあ、今回はですね、まったり削っていって、最後にですね、まあ、一応コウタロウで、まあ、ちょっとつっついて落とすみたいな感じで倒したいと思います。さあ、削りすぎずっていう感じで、倒さない感じでいきますね。ちょっとゲージが、残り体力が見えにくいのが弱点ですけれども、まあね、弱点を生成してますので、まあ、一応、いくらでも遅延できるので安全に倒せますね。まあ、ゲージ回収もね、非常にしやすいです。青いキャラ、青属性キャラ以外は、ダメージ1になってくれるのが、逆にこういう場合は、ゲージ回収を楽にしてますね。さて、もうちょっと、つっつきつつですね、普通に削っていきたいと思います。さて、はい、もうちょいですね。
そしてディオ&ペットショップ。まあ警長だけですよね。まあ本当に。まあいくら時間がかかっても安全に倒せるというぐらいの今の状況ですので、まあここでね、まあ油断さえしなければ問題はないかと思いますね。まあ何ヒットぐらいで致死ダメージになるかっていうのは実はよく知らないんですけれども、まあ20ヒット以下でしたら、まあ死ぬことはないかと思います。さて、あとはゲージをちょっと回収しつつですね、最後に光太郎でとどめたいと思います。まあ、実際この次のラウンドのことを考えるとリーパスも使っておいた方がいいかもしれないんですけどね。あの HP が減ってる方が、あのトルナレフのアビはすぐ発動するので非常にいいんですよね。あ、トルナレフじゃないですね、あの奥安のアビですね。うん、というわけでですね、あとはそうですね、普通にディーパスをやっぱ使っちゃいましょう。で、使ってから行きましょうかね。そして、とどめます。これでしたら大したヒット数がなくても傾聴は落ちるかと思いますね。あとミリっていう感じの体力なので、まあ、じわじわといけますね。はい、5ヒットで無事倒しました。で、5ヒットでどれぐらいのダメージなんですかね。8775ということは15ヒットぐらいいけますか。さあ、久々の最終ラウンド。まあ、前回はね、このディオの狂気 90% に絶望したんですけれども、まあ、今回は光太郎ということで、なんとか倒したいと思います。結構緊張感のある最終ラウンドですね。まあ、とりあえずね、ジョナさんが5ヒット以下の時にカウントリミットというとんでもないものを持ってますので、5ヒット以下で動くことはできません。ただジョセフがね、逆に接触時カウント現象を持ってるんで、まあある程度動かないといけないのにっていう状況なんですね。さあ、無事にこれで、奥安も発動。一応ちょっと復習で見ておきます。まあ気化冷凍法、狂気 90% のディオ、そしてコンボスカウンター。まあやっぱりね、このギーパスを封じてくる、まあ嫌なキャラですよね。まあ、これが1体いるせいで非常にこのラウンドは倒しにくくなっています。まあ、そして全体蘇生のツェペリなんですけれども、まあ、今回はこのツェペリがね、あまり活躍させないような倒し方をしたいと思います。そしてジョセフ、まあ没収ジョセフなんですけれども、まあ、これはねそこまで強くはないです。で、ジョナさんはこの5番のスキルを打たれたらかなり壊滅的ダメージを受けるかと思いますね。で、5ヒット以上いかなかった場合、自身の行動カウントをゼロにする。で、仲間が死亡すると行動カウントを1減らし、自身のアタックがアップするという、まあ、能力を持ってますし、カウントリミットを持っているので、非常にこちらのね、動きにくいということです。で、現在ね、カウントが5になってしまいましたので、カウントリミットが発動します。なのでですね、どうするかと言いますとですね、こういう時は、ディオ&ヘッドショップのですね、侵略と勝利、これを使う感じですね。で、侵略と勝利を使うことによって、1回カウントリミットで、ジョナさんがゼロになってしまうんですけれども、その後さらに遅延させるという形でいきたいと思います。はい、では
ディオ&ペットショップの等価の末に無数おろしを発動させます。左上のねジョセフの弱点が一番狙いやすいのでそこをめがけていきます。はい、当たったところで発動ですね。これで一応全体の、まあ、弱点を生成できるということでジョナさんも遅延させやすくなりますね。でここで侵略と勝利発動でコンボスカウンターが飛んできてカウントリミットされると、もういろいろやられますよね。そしてですねここでジョナさんを2回遅延させたいと思います。まあ、ここではですね、ジョナさんの遅延が非常に最重要なので、まあ、ジョセフはね無視します。ジョセフに動かれても、まあ、基本的には死ぬキャラはいないので大丈夫ですね。で、コンボスカウンター、そしてジョセフは動くんですけれども、実はこのディオ&ペットショップの攻撃を受けているので被ダメージも少なくなってますね。さてこんな感じになりました。まあ、とりあえず今被弾したディオ&ペットショップをですねチップで回復してですね、うん、でまあディーパスにはここでそうそうお亡くなりになっていただいてシーザーをですねついに呼び出したいと思います。まあ、今回はこのジョセフがね動いてくれるので、ディーパスのコンボダメージカットで1回死んだ後なおかつ、このジョセフの攻撃で1回死ぬみたいな感じになりますかね。一応ジョナさんをなるべく遅延させたいんですが残念ながらできませんでした。というわけで D パスオーバードライブ発動からのコンボスカウンターで一回死んで、そしてジョセフがどっちに行きますかね。まあ、仮にあのこっちに来なくても、まあ、いずれ倒せるんですけども、お、ちょうど来ましたね。というわけでこれでついにシーザー登場です。最後の主役ですね。で今回はこのシーザーでですねジョナさんを遅延させつつ魂を受け取っていただきたいと思います。ただ遅延させすぎてもいけないので若干デリケートな配置ではありますね。大丈夫かな。1回あっと大丈夫ですね。まあ、1回遅延させれば OK です。そして5ヒットも一応できたのでこれで光太郎にバフをかけます。さあこれで完全に体勢は整いましたね。あとは光太郎のコマンドスキル、これでジョナさんをなんとか倒していただきたいと思います。さてついに仕込みが終わりました。音と時の融合、ボスジョナさんを葬っていただきたいと思います。まあなんかねジョベリの時はあの左上の D 王にですね非常に苦労したんですけれども、狂気耐性非常にありがたいです。火力が落ちません。さあそろそろ行きましょうか。音と時の融合、なるべく時を止めるまでのちょっとね移動でダメージを稼ぎたいと思います。さあまずは1体撃破。まあ、このねセテルに回復させる間もなく落としていたいですね。まあ、本当はねハイコンボアタックブーストを積んでいればもっと簡単に落とせる気がするんですが、まあ何しろシーザーバフが乗ってますからいけると思いますよ。さあいい感じ、今半分ぐらい削れてます。さあどうでしょうか、今もう4分の3ぐらい来ましたかね。この壁ダメージが本当に強いですよね。そしてちょっと今見えませんが、お、5分の1ぐらいですか。このまま時を止めずとも押し切れそうな感じですね。やはり強い。無覚醒の光太郎でも十分足りますね。
はい、では時を止めます。もうすでに落ちてますね。いやー、いいですね。さあ、というわけでジョナさん、さよなら。いやー、本当になんというか、ジョペリでは落とせなかったジョナさんがあっさりとコウタロウでは落とせました。さて、しかしまだね、油断できないですね。造園の勝負です。まずは苦痛3万のオエバ、これもね、コウタロウですと無効化できます。そして16ヒットでダメージが通らなくなるユカコ。この怪奇な貨物船がね、そういえばあるんですよね。ムダディオとディオ&ペットショップが端に行っちゃってるので、まあ、ちょっと問題がありますね。あ、そして、そうか、遠距離攻撃が。大丈夫か？うわ！危な！ 37,500 ってことはこれ、コウタロウのそばに、今、アンジェロが降りてきてたら、負けてましたか？ひょっとして。いやー、覚醒とか全然、体力がね、増えてないんで、今、37,500 もらったらアウトでしたね。いやー、これででも、コウタロウが殺されてたら本当に泣けますね。危なかったな。いやー、そうですね。ディーパスとかね、もう死んじゃってるので、ダメージが全然カットできませんから。ディーパスを殺しちゃダメなのかもしれないですね、本当は。ムダディオあたりに死んでいただく方が、いいのかもしれないですね。で、まあ、アイアイさん、ホロホスはアタックがアップしてますが、まあ、コウタロウがね、今、まだシーザーバフが乗ってますので、まあ、それをね、フル活用して、この4体も倒しきりたいと思います。あ、そうですね、これ、フレンドだから、チップ回避ができないので、まあ、そこら辺がね、フレンドの唯一の弱点でありますね。では、音と時の融合。これはでも、ムダディオは死んじゃうかもしれないですね。壁接触ダメージも相当なものだと思うので、とりあえずね、でもコウタロウさえ生きてればなんとかなると思うので、そのまま頑張っていただきたいと思います。さあ、どうでしょうか。壁接触ダメージ 24,300。 いやー、やはりリーパスとかがいなくなるともうダメージが半端ないですね。おお、でもなんか、ちょっとラッキーでしたね。ムダディオが一発も壁もらわずに。で、リオ&ペットショップは一回蘇生できるので、一応誰も死なずに、フォーエバーをね、クリアできましたね。さて、このまま、フォーエバーを下ろしちゃいたいですが、どうでしょうか。とりあえずね、ユカコだけは落とせないので、ユカコは時止めた状態で削っていきたいと思います。まあ、本当にジョペリではこのユカコもね、結構削りにくかったんですけれども、コウタロウのね、この時止めが非常に役に立ってますね。で、真横で当たる位置で止めて削ります。あ、でもすごいな、ユカコの体力これめちゃくちゃありますね。16ヒットダメージ無効でこの体力はちょっと反則ではなかろうかと思うんですが、いかがなんでしょうか。これ78万1往復で当たってるんですけど、見たところなんか1ミリぐらいずつしか減ってないですよね。いや、すごいな。これもう一回のコウタロウの行動でユカコが落とせるかがちょっと気になりますね。これだけしか削れないと。一応全滅させて最後の2体を戦いたいんですが、どうでしょうかね。はい、こんな感じです。さて、再び音と時の融合を発動する前にですね、チップで一回回復してから来たいと思います。まあ、ユカコがね、これもうまいこと時止めの位置で調節して、また横間でですね、削り切りたいですね。
体力的にはまだ2、3000万はあるんですかね、あの感じですと。まあ一応最後の増援がですね、シーザーと東方丈介なので、まあそこまで苦労する、まあ相手ではないので、ユカコを脅せれば、おそらくいけるのではないかと思います。さあどうでしょうか。16ヒットまでで結構削りたい。どうでしょう。うん、なんかいけそうな感じの残り体力ですね。あとは横間をうまくできる位置で止めたい。はい。おー。いいんじゃないですか。これは倒せるんじゃないですか。これ左移動の時と右移動の時でちょうど当たる位置で止まったので、これは最高ですね。倒しましたね。さて、最後の造影みたいです。いよいよオラスですね。東方丈介とシーザー・アントニオ・セブリ。まあ、これは一回無駄利を動かしてですね、まあ、バフがかかるかもしれませんので、次狙ってみましょうかね。もうゲージは回収できないので、このね、東方丈介がカウントリミットを持っているので、まあ、結構動きにくいんですよね。で、シーザーは接触の時に弱点を消すっていう嫌なものを持ってます。で、ヒットされるために、自身の行動カウントが2減るので、非常に移動しにくい構成になってますね。カウンター向こうを持ってない構成ですと、厳しいです。で、今もう3色しかないので、高太郎に積んでいるジョペリのアビが発動しませんので、今回は一気に落とさないとダメですね。ではまず、ザ・ワールドの真の能力が発動して、バフがかかる可能性にかけて、無駄利用をちょっと動かしたいと思います。これでターンを飛ばせればちょっと、火力が上がりますね。さあ、30%何かの確率なんですけれども、まあ、一応大丈夫ですよね。リミットには余裕があるので。では、36% ぐらいの確率でどうでしょうか。ファイアボムからの、回収しての、ああ、不発ですね。さて、ここはですね、ディオ&ペットショップで、バフをかけてもゲージがなくなってしまうので、音と時の融合をストレートに打ちたいと思います。もう結構バフはかかっていますので、かなりの火力は出るかと思います。さあ、シーザーと東方丈介を、ここのね、ターンで落としきれればですね、勝ちですね。で、1体落として、また4ゲージをもらえれば、さらにもう1回音と時の融合が使えるという状況なので、最低4ゲージは確保したいですね。さあ、このまま、いい感じでもう東方丈介は倒しております。あとは4ゲージあれば確実にシーザーも倒せるという状況に今なりかかってますね。さあ、そろそろ4ゲージに、はい、なりました。そして時止め。うん、もう体力ないですよね。このまま、一手目の行動で落とせそうな感じになってきましたが、これで仮に落とせなかったとしても、もう一回音と時の融合ができるので、これはもう勝利確定ですね。というわけで無事に、まあ青の試練、まあ、前回は非常に苦労してダメでしたけれども、今回は無事に倒すことができました。いやー、大変でしたね。これで、青オラオラ覚醒カエルがもらえるんでしょうかね。マスタークリア報酬ということで。さて、こんな感じのドロップとなっております。まあ、やはり、青の試練ということで、赤系の通称と起書などがもらいましたね。さて、もう時間もだいぶ過ぎて、現在解放されておりませんと、あれ？マスタークリアの画面にならなかったですけれども、大丈夫ですかね。タタタタタタタって、今ならなかったですね。まさかとは思いますが、一応プレゼントボックスに入ってると思うんですけど、どうでしょうかね。
メッセージが6件。はい、あ、大丈夫ですね。青オラオラ覚醒会で SSR。これがですね、覚醒させる、プラス経験値もごっそりもらえるということで、非常に美味しい、まあ、今回の報酬となっておりますね。まあ、今回はね、青しか行く時間がなかったんですけれども、いずれ他の色もクリアしたいですよね。まあ、これは開催するたびにリセットされるわけではなくて、まあ一回クリアしたらもう多分もらえないかと思うので、まあ一回限りの本当に挑戦ということで、まあいずれね、キャラが全体的に強くなってくると、まあ誰でも取れるようになっちゃうのかもしれないですけれども、まあ、今回はね、とりあえず青を獲得できたということで、まあ光太郎がやはり無覚醒なので、うん、この青オラオラ覚醒回路をですね、まあ、いずれ使ってですね、さらに強くしていきたいと思います。まあ、光太郎がね、やはり非常に今回は役立ったというアルティメットテクニカルバトルでございました。ご視聴ありがとうございました。